グーファンタジーラジオ。はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。はい、グッズ販売っていうものをね、始めて、まあ、俺もいろいろちょっと忙しくなってきたんだよね。うん。そこでね、新しいグーファンタジーの、まあ、仲間というか、社員というか、パートナーというかね、うん。そういうものを見つけていこうということで、はい。つい先日ですね。面接をしました。はい。ですね。その面接のね、光景というかね、まあそういうものがありますので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、どうぞ、お入りください。失礼します。よろしくお願いします。いきなりで悪いけど、お前すごい声だね。きっとテロップ入れないと、お前何言ってるか多分伝わんない声だと思うよ、それ。はい、すいません。ああ、まあいっか。まあ、とりあえずね、面接ってことで、履歴書持ってきたと思うんで、そちらお願いします。はい、持ってきました。これです。すごい履歴書だね。うん。名前、闇太郎さん。すごいね。もうなんか声が闇金融だからね。闇太郎ね。すごいわ。もうなんかキラキラネームもね、びっくりするぐらいの名前だね。闇太郎。うん。で、年齢10万28歳。質問なんだけど、オタクは世紀末？はい、そうです。違うね。もう絶対世紀末じゃないよね。うん。で、この特技のさ、この、関西弁っていうのは何だい？はい、関西弁を喋れます。ちなみに、闇太郎さんって出身地はどこなの？はい、北海道生まれ、北海道育ちです。じゃあ何？この関西弁っていうのは、いわゆるそのエセ関西弁みたいな感じになるわけ？せやで。お前頭悪いのか。関西弁喋れない人が関西弁をな無理して喋るとな、関西人の方はすっごい怒るんだぞ。バカにしてんのかみたいな感じで。で、俺も実際そういうの聞いてて、もう全然かっこいいとも思えないし、なんかすごいアホっぽいし、絶対そういうの良くないか、マジやめとけって。私はグーファンタジーをぶち壊すためにここに来たのだ。いきなりの急展開だな。お前一体何しに来たの、ここに。だから言っているだろう。関西弁を喋ってグーファンタジーぶち壊そうと思っているんだ。こうすることによって関西人はお前のことを嫌いになる。そうすることによってちょっとずつお前の人気がなくなっていくのだ。そういう草の根活動なのだ。何言ってかわかんねえんだよ、お前。お前ダメだ。お前キャラ的にダメだわ。うん。お前ダメ。面接欲しい。はい、さよなら。出てくれ。私もグーファンタジーに出たいのだ。はい、という感じでした。なんだったろうね、これね。うん。いや、理想としては、もう一人そのキャラクターみたいなの作りたかったのさ、グチコに変わるっていうか、もう一人キャラが欲しくて。うん。で、まあ、闇太郎って名前もなかなかいい名前だと思うし、うん。で、そのキャラ設定、まあ、雑な履歴書の感じも、俺的にはまあ好きだ。感じだしいいと思ったんだけど、まあ、いざその声入れてみると本当聞き取りにくいんだよね。うん。で、まあこういう風にまあラジオっていう形にしちゃってるから声が聞き取りにくい時点でもアウトだからさ。うん。で、まあダメだね。うん。まあその俺個人的に言えば結構いいキャラが出来上がったなと思ったから、まあこういう風にもう、なんつうの、お蔵入りとかさせずに、こういう風な形で公開してるんだけども、いや、もう一人なんかね、パンチのあるキャラ欲しかったなと思った。うん。まあね、なんか最近グチコのキャラがね、ブレてきたんだよね。うん。まあ、ブレてきたっていうか、ブレるほど固まってもいなかったんだけど、まあ、そろそろなんかグチコのね、キャラを固めたいよね。うん。で、今俺が考えてんのは、ぐちこの恋愛相談室とか、まあ、ぐちこを主役にした何かコーナーを設けたいなって思ってる。もう、俺が一切出ないでね。もう、ぐちこだけで何かをやるってことをしたいなって思ってる。うん。なぜなら、ぐちこの方がなんか人気あんだよね。うん。俺より。うん。寂しいね、これはね。うん。まあ、とりあえずね、闇太郎はね、ダメだ。失敗。うん。だから、キャラはできなかった。はい、それじゃあ終わります。バイバイ。